抗日戦争戦区は1937年、六甲橋事件の勃発後の戦争情勢に対応するため、中華民国国民政府が中国国内を計画的に戦区に分割したものである。国民革命軍を主体として担当させた、この戦区の最初の諸葛範囲は、頂上遺南都市、山西省、河北省、山東省、チャンス省を主とし、 以後戦争の実際の状況と日本軍の占領区域を考慮して1938年、1938年及び1944年の3時にわたり相当大規模な修正が行われた。この戦区の分割は主に陸軍の作戦を主とするものであった。戦略と兵力から1937年の戦区分割は第三戦区での南京、上海、 甲州の防衛に重心を置いたが、3ヶ月の期間に達する第二次上海事変が発生した。1938年の戦区分割は、下中地区の第4戦区、第5戦区、第6戦区を主として、時給公戦武漢を強固な革新とするというもので、戦略目的が東の通らを保ち、西の道政を守るにあるとし、主要な整備編成が行われた。 別に、政治組織では、国民政府軍事委員会を戦時政府の実質的統治機構とし、国軍を統率する委員長が国民政府主席に代わり、中国を実際に領導する軍事委員会組織対抗方式により、武漢国民政府の統治組織に修正が行われた。1938年11月中旬、中国軍が臨時首都武漢で組織した武漢防衛戦で敗れ、 加えて、カナンの戦場の重要拠点講習もまた極めて危険となり、ここに至って中華民国政府は重慶に再度戦闘することとなった。この戦略の変更が度重なり、兵士の存亡が多くなったため、戦区は同年年末から翌年初めに大幅に変更された。戦区の変更と同様に、日中戦争第1期の第2及び第3段階も正式に終わり、 中国の情勢もまた、重慶を根拠地とする日中戦争の第二期に入った。1939年から1943年、戦争の形態と数勢は固定し、戦区は小規模な変更を除いて大きな変化はなかった。1944年中国陸軍総司令部が成立し、これにより再度戦区に変更があった。中国国内の戦区全体の他ビルマ及び、 ベトナムで、さらに第1、第2及び第3方面軍が増加した。1945年の日中戦争末期に、犯行及び9月の勝利後の幸福受諾準備のため、戦区は拡充されて12個戦区となり、方面軍が設置された。触れておかなければならないことは、日本軍の投降設置及び捕虜送還を、主目的として、最後の戦区分割が行われたのであるが、 ソ連赤軍の東北東への進出の影響を受け、受講区あるいは選区は、頂上以北には設置されなかったのである。選区の編成は、国民政府軍事委員会がもともと、抗日軍事作戦のために配置したもので、交戦直前には5個選区が設置され、1945年には12個選区に増加した。いくつかの選区を、各地の国民政府軍事委員会委員長業への、 管轄下において作戦指導を受けさせることもあった。日中戦争の時期に国民政府は国民政府軍事委員会を最高統帥部とし、小介石が陸海空軍の大元帥となり、全中国の陸海空軍の統一式を取った。行政院に所属する軍政部、海軍部は軍事委員会の県管に属した。1945年後半には、 各戦区は次々に廃止されるか改変された。1937年8月20日、国民政府軍事委員会は戦区及び戦闘序列を交付し、5個戦区が成立した。1938年2月、軍事委員会は再度抗日戦争戦区を新しく分割した。1938年11月軍令部は南岳に軍事会議を召集した。 会議で、公衆、重慶、西安の各公営を廃止し、軍事委員会直属の戦地統制委員会を増設し、戦局の変化に対応して、戦区の調整を進めた。南北の戦区の距離が数千里にもなり、統一式が難しいため、1938年12月に、軍事委員会は、京林行営、天水行営を設立し、西南、西北の 各戦区の作戦式を分任した。1945年1月、軍事委員会は、再度戦区及び戦闘序列の調整をし、第4戦区、ロイケル戦区を廃止し、第10戦区を復活設置し、艦中行営、艦修業長屋を増設した。日中戦争勝利前後に、重慶国民政府は、軍事上の一連の緊急措置を取った。その主要なものは、 日本軍占領地区の摂集を中国共産党と対抗するための準備であった。ありがとうございます。